どうも、クマです。本日はインペリアルサガエクリプスのガチャをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。いや、このね、インペリアルサガエクリプス、まあ元々はインペリアルサガというものがありましたが、なんとね、アドビのフラッシュプレイヤー対応が HTML 化とかができずにサービス終了してしまいまして、まあその続編として出たゲームとなっております。いや、びっくりしました。いつの間にかなんだこれと思って、インペリアルサガやろうと思ったらインペリアルサガエクリプスになってしまっていた。まあやっていきましょうか。で、現在の状況は、まあ星5がこのゲーム最高レアリティとなっておりますが、星5が 1,2,3,4,5 体と、まあ結構多いんですね。まあ実際に編成に組めるのは4体までということで、一応ね、5体持ってるので全て星5編成ができます。まあただし、このインペリアルサガエクリプスは、まあ弱点属性というものが存在するので、まあ基本的にはその弱点属性をついた攻略をするのがベストだと思います。なのでね、この属性ごとに、まあ、できれば4体集めときたいかなという感じとなります。それでは本日のガチャは、まあ、持っているものすべてガチャしていこうと思います。で、持ってるものすべてをガチャしていくと、おそらく100連以上のガチャとなりますので、まあさすがにね、星5、3体ぐらいは来るでしょ。ニューキャラ3体ぐらいは来るんじゃないかな。じゃあ行きましょうか。まずは1日1回だけ無料ガチャやっていきましょう。まあ武器とかも結構ね、星5の武器が強かったりもするんで、できればね、武器の入手もしたいが、星5が1人しかいない。あ、一応ゴールはしてくれましたね。一応ゴールはしてくれたけど、これは星51体しかいないですね。じゃあここは結果だけ見ましょう。あー、アデル光属性キャラクターの仲間が手に入りました。いいっすね。いきなり1体目ゲットとなります。じゃあ次にやっていくのは、ここやろうか。イベントのピックアップキャラクターガチャで、ここで欲しいのは、まあ、ここに出ているエレン、そしてユリアンとなります。まあこのどっちかが、まあ両方欲しいかな。やっぱり持ってないんで両方とも。じゃあ行きましょう。10回ガチャですかね。よし。お、星5が3個あるから、これが全部ゴールしてくれれば。あ、でも2個はゴールしてくれたね。あ、エレン来てくれたね。さあどうでしょう、エレン。あ、今回ピックアップのこの武器ですね。あ、エレン来たか。いいね。あと1キャラ欲しいですね。うわー、これは外れですね。星5がいないので、まあ星5が手に入ることがないという、ね、悲しい。これはガチャですね。じゃあスキップして見ていきましょう。ふんふん。まあもう1個のキャラクターを手に入れるまでちょっとこれを引き続けようかな。うわー、これも悲しいガチャですね。あ、でも1キャラいる。あ、ゴールしてる、ゴールしてる。さあ、どうだ。あ、ユリアンゲットですね。これで、今回の、この特化キャラクターのピックアップ、すべて回収することができました。いや、めちゃめちゃいいっすね。じゃあ、次やっていくのは、新キャラ装備追加ガチャやっていきましょうか。で、追加されたのは、ジニー、水属性ですね。このキャラクターが引ければいいな。ピックアップしてるんで。さあ行きましょう。うわ、1個だけいるが。あ、2個いるか。うわ、ただゴールできず。ゴールできずか。そうっすね、いないですね。じゃあ行きましょう、次。お、3つあるけど、全部武器かな、これは。1個だけでしたね。じゃあスキップしてみましょう。あ、武器ですね。
あーくそ、武器じゃないんだよな。武器とか防具とかも、まあ非常に重要なんですが、やっぱりキャラクターが欲しい。あ、どっか行っちゃった、星5キャラクター。戻ってくることはなかったな。くそ、これで足りない感じか。はい、それではあとはね、このチケット系があるんで、チケット系も全部消化しましょう。星5キャラクターガチャ、これいいね。あ、10個は使えないか。4キャラ手に入んのか。え、これはめちゃめちゃ美味しくないか。じゃあこれはもうスキップして、あ、ニューキャラクターっすね。ニルリック、いいっすね。うわ、めちゃめちゃ手に入ってんじゃない、これ。新しいキャラクターが。あ、かぶったね。かぶった場合は覚醒というのが自動的に行われます。まあ、ちょっと性能がアップするって感じかな。あー、ミルリクかぶったな。まあ、できればかぶってほしくないんだが。お、ニューキャラクター、アイシャ。いいっすね。さあ、それでは次は星5装備確定ガチャをやっていきましょう。やっぱ星5確定でかいよな。あ、これかぶったな。かぶるのは良くないな。じゃあガチャ10連4回やっていきましょう。マジで今回何連したんだ。110連ぐらいしてるんじゃないかな。さあ、星5キャラクターがいないので、まあちょっと悲しい結果かな。まあただ装備があれば、まあワンチャン装備もいいんで OK ですね。え、なんだこれ、なんかお金マークみたいなのついてるわ。さあ、星5が1人います。さあ、ゴールできるか。お、ゴールしましたが、このキャラクター持ってなかったっけ。スキップ。あ、持ってますね、ヒューズ。まあ、覚醒ランクが進んだと。お、星5が2個ありますね。どちらとも装備。さあ、星5、1個はゴール。さあ、どうだ。お、ニューですね。めちゃめちゃいい。さあ、次行きましょう。このガチャシステムは、インペリアルサガの頃と同じだね。あ、星5いるね。しかもニューキャラクターじゃないこのキャラクター。おーい、前のやつ邪魔すんじゃねえよ。オッケー。じゃあ最後。あ、もうないのか。はい。ということで、すべてのガチャが引き終わりました。いや、めちゃめちゃキャラクターを入手することができました。まずは特化キャラクター、特攻キャラクターですね。今回のイベントのエレン。火。めちゃめちゃいいっすね。で、ヒューズは覚醒が進んだと。あと、アイシャ。アイシャいいですね。第一系。で、ユリアン。今回の特攻キャラクターとなっております。あとはジャミル。あれ、ジャミルは持ってた。これだ。ミルリク。あー、インペリアルサガオリジナルキャラクターなのか。あとはアデル。これもインペリアルサガのオリジナルキャラクターですね。で、バーバラは持ってたな。まあ、こんなもんか。もうちょっとね、ニューキャラクターが欲しかったような気もしますが、ただ1体、2体、3体、4体、5体。5体のニューキャラクターを引くことができました。まあ、なかなか美味しかったですね。特に、ここの風属性に至っては、あと1キャラでフルパーティーが組めるという状況まで来ました。いや、これはかなり進みましたね。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。Bow, bow, 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 bow